はようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あ、お願いします。すみません、突然に。いえ。お休み中に。すみません、日曜日に。いえ。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい。すごいいい家じゃないですか。いや、散らかっててちょっと恥ずかしいんですけど。お、すごい。これが、はい。自分の荒木さんのお宅ですか、これ。はい、自分家ですね。すごい。何畳ですか？10畳です。10畳。はい。続いてはカーデザイナー荒木直之23歳。荒木一発で行きたい。行った。荒木直之クリア。ファーストステージ最初のクリア。たどり着いたサードステージ。絶対いける。絶対離すなよ。絶対離すなよ。絶対いけんだから。いよいよウルトラクレイジークリフハンガースタート。突起は3センチ。そして距離は 1.8 メートルある。体を振って飛んだ。掴んだ掴んだ。そしてその突起3センチ。また 1.8 メートルある。上下動90センチしている。その反対側へ乗り移った。あとダメだ。すごいじゃないですか。これ何ですか？これあのバンダイが最近出してたサスケのファーストステージのガチガチャです、はい。おー、コンプリートしたんですか？これはコンプリートしました。しすぎました。もうすごい長いじゃないですか。それ確かに3つぐらいある、はい。12連タックルと6連反り立つ壁です。6連反り立つ壁、はい。これ何ですか？煮干しです。煮干しですね。煮干しなんで置いてあるんですか？あのおやつにちょうどいいんです。あ、煮干し食べるんですか？はい。食べてもらっていいですか今？食べるんですか？はい、いただきます。煮干しや、はい、はい、いただきます、はい。美味しいですか？美味しいです。よかったなと。は、本当に煮干しの、はい、普通の煮干しですね。普通の煮干しです。健康的にと、はい、まあ体作り、体作りみたいなことですか？はい、メインがタンパク質なんで、うん、まあその例えば仕事中にちょっとこう食べたりしても、うん、そんなにその体重増加につながらないかなと思って。ああ、小腹が空いた時。小腹が空いた時です。ゼッキンが並んでますね。はい、一個一個が思い出ですね。何にも書いてない1っていうのは何ですか？これ一番古いです。2009年の22回大会の予選のゼッケンなんですよ。あ、これゼッケンなんですか？ゼッケンです。本当だ。でもサスケのあれですもんね。本当ですもんね。本番じゃなくて予選会の時です。結果はどうだったんですか？第2種目で坂を登って旗を取るっていうのがあったんですけど、うん、はい、そこがダメでした。一番なんですよね。一番です。その時確か年齢順で決まってて、うん、予選の中で一番僕は高1で若かったんです。あ、高 1? 高1です。前9年の、はい。そもそも、はい、サスケをずっとご覧になってたってことですか？そうですね。子供の頃ってみんなサスケの放送の翌日とかサスケごっことかみんなするんですよ、うん、でやってて、あ、なんか楽しいなってなってて、うん、で中学ぐらいの時になんかこれもしかしたら本物いけるんじゃないって全然甘い考えです、うん、はいはいはい。でちょっとこう応募を始めて。へー、はい、小学校からか。はい、長いですね。じゃあサスケ。そうですね。付き合いも、はい、結構人生の根幹にサスケっていうのがあって、出るためにどうしたらいいのかっていうのでこう人生を組み立てていったような気がします、今になって思うと。はい、あ、もう本当にそんなに夢中なんですね。はい、それは今になっても変わんないですか？一緒です。一緒。一緒です。へ、今亡くなったらどうなるんだろうって結構思ってますね。あ、はい、
切実に。切実に。あ、そうですか。慶応大学荒木直行20歳、理工学部3年生。さあ慶応理工の3年生荒木直行、どうだ荒木、フォア場を合わせて飛んでいきました。荒木直行、理工学部で難しい勉強をしていると思いますが、ここはサスケに集中している。予選会1位という実績を引っ提げまして、さすがに予選会の1位、問題にしません。ロググリップ、ヘッジホッグ、ここはどうだ。慶応大学と理工学部、頭の中でコンピューターばりにソロバンで弾き出した。どうだ、あった、どうした、慶応理工、荒木どうしたんだ、慶応理工。ああ、なんでだよ、すいません、申し訳なかったです。いやいや、ごめんなかったです。Được rồi, tốt hơn rất nhiều rồi. Một chút nữa thôi nào. Được rồi. Tốt rồi. Rất may là đó dường như Araki, Araki. Hey, hey, hey. Araki, 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 Araki. Go lên. Được rồi. Araki さん、今お仕事は忙しいですか？今そうですね。まあまあ忙しいところに来てます。はい、カーデザイナーですよね。はい、何を具体的には何をされてるんですか？その、まあ、外装のデザインじゃなくて、中身の自動車の骨格の部品のデザインをやってるんですね。なんでその、例えばこう車が、まあ、あんまりあっちゃいけないんですけど、交通事故が起こった時にその骨格で衝突のエネルギーを吸収して乗ってる人の安全を守るっていう、そういう部品の開発をしてます。安全に関わる、はい、安全に関わるところですね。すごい大事なとこじゃないですか。重要です、はい、今までこう自分がデザインしたものが出来上がったことはあるんですか？いや、実はこれ初めてなんですよ。あ、今やってるんですか？今やって。おお、すごいじゃないですか。これからなんで、だんだんできてきた部品がその実際見れるっていう、そういうところです。じゃあこれでいこうってなるのはいつなんですか？世に出るのは。世に出るのは もう何年単位でまた先になってきますね、はい、4年とか5年とか。そうですね。あ、そんな先になるんですか？はい。そうか、もうありとあらゆるテストをこれからやっていくってことですか？これからどんどんやっていきます。あ、そんな時間かかるんですね、はい、車を作るのは。はい、トレーニングされるんですか？ちょっと、はい、これからやろうかなと思います。はい、こういう指系は日頃からやっとかないとすぐ落ちちゃうんで、うん、はい、部屋にあれば、はい、すぐできるから、はい、仕事終わりにちょっとほぐしてやろうっていう風にしてますね。うん、はい、よし、ちょっとやってみに向けてはどれぐらいの感じなんですか？まあ、ここから仕上げていくかっていうところですね。あ、はい、これからギアを上げていく感じなんですか？はい、そうですね、まあ、あの年中サスケの動きはずっとやってて、まあ、あとここからちょっと体重を調整したりとか、はい、あ、から入っていくんですか？そうですね。
当に基礎的ですけど、こういうのを細かくやっていくのが一番大事かなと思います、うん、ちょっと3往復4往復ぐらいしていきます。はい、この距離なんですけど結構しんどいですこれ、はい、今ファイナルステージだとサーモンラダーやってから綱登るじゃないですか、うん、あれも練習でやったりしてるんですけど全然別物になるんですよね綱が、うん、はい、森本さん結構平気ですっごいペースで登ってますけど全然真似できないです、はい、あれはやっぱ異常ってことですね。あれはすごいですね。さん今、はい、どういうモチベーションで大会に挑もうとしてるんですか。今回はですね、まあ、ちょっと前回ちょっとサードステージ久々に行きたいっていうのを結構やってちょっと結果が振るわず、今年は去年の分も含めて2年分ぐらい進むっていうつもりで。なんで夢はファイナルステージまで行くことですね。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。